はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう。ソリティバライドオン実況プレイです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回から始まりましたスクールガール編、G1 勝てなかったですから今日は勝ちましょうということで、まずはオークス行ってみましょう。さあ、まあここがね一番この馬にとって勝ちやすいレースだと思います。 G1 オークス優秀牝馬オークス芝 2400m。オークスもあれですよね、来週末ぐらいが確かオークスですからね、もうだいぶそんな時期になってきましたね。はい、よろしくお願いします。もうそんな時期なんだな。枠入り完了。ファーストスタートスタートしましたね。今週末がビクトリアマイル、来週末がオークス、そして再来週末がダービーだと。とうとうダービーまで来ましたね。まさかダービーまで実況やってると思いませんでしたね。ほんとね。はい、お願いします。ゴーングローブついてます。19、19、はい、はい、2、2、A でいいかな。はい、強運グローブついてます。10、はい、8、ちゃー、ただちょっとあんまり並びはいいとは言い切れないですね、お世辞にもね。マジか、4、5、6、5、6、7ですか。うん、お世辞にもいいとはちょっと言い切れないですかね。8、まあ頑張ってもらえたいですけどね。 KAKK が4枚奥にある。うわ、これはまた嫌な並びしますね。はい、7、6、5、4、3ですかね。はい、7、8、9、8。あ、でも A がまだ残ってるのがかろうじて、あー、そういう感じになっちゃう。どうだ、あるー、危ない、パーフェクト。はい、まあ店売りで強運グローブ売ってたのと、まあ、リセットボタンついてますからね、まあ、何が何でもちょっととりあえずこのオークスだけは取りに行きましょうという感じでいきましょう。はい、よしよしよし、 OK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 、 いいぞいいぞ。未来グローブもありますからね、未来が読めますからね。9KAKA2、 はい、さあ4567、あー、なるほど、6、はい、まあいいでしょう。4343、はい、J、上から19、87、なんか似たり寄ったりな数字並ぶこと多いですね、この前。なんかね、前回もまあ割とミスってたな、ミスっちゃったなみたいな取り方多かったんですけど、割とね、なんかバフダの並びがね、なんか変だなみたいな並びが割と多い気がする、たまたまね。まあ10でいいかな。これはちょっとリセット案件かな、どうかな。まあ通るしかないので、ね、連続できちゃったら通るしかないよね。はい、4321、無理ですね。はい、リセット。なるほど、32A か、 KQJ、まあ、取れるようには取った。 Kどっちもあるな、どっちもあるけど、2がつながるんでこっちが先ですか。はい、6、もうめちゃくちゃ本気でやってますね今日ね。8、7、6、ちょっと集中力がいつも以上にすごい。やっぱそれだけちょっと一体とりあえず G1 は勝ちたいんだな、あるよね、そういうのね。いやー、こうかな一回ね。いや、左に3つ、ほら、なんかさ、やっぱそうなのよ、そうなのよ、なんでそんなに8並ぶのって話なのよ。おかしいやろ、どんな確率してんねんっていうね、マジでね。まあこうでしょ、これもちょっと、いや、3、4、5、あるのか、あるのか、あるのか、めっちゃ取れるやん、急にめっちゃ取れるやん。でも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 ある、よし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 、オッケー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 、パーフェめっちゃ8並んでると思ったらめっちゃつながってるっていう、よくわかんないですねこの馬ね。気分屋ですか、ゴールドシップ的なタイプですかね、はい、ゴールドシップっていうか名形 L ですか、気的にはね。はい、今週末出ますからね。1、2、3、はい、5、5、6、7、うわー、8、9、10、J9J も、あ、もうなんかやだな。なんか全部あるな。4、3、うわー、なんかな、なんかな、偏るね。3、2、強運グローブついててもちょっと怪しいですねこれはね。10、いやー、こうかな。9、はい、8、7、8、9、はい、まあでもこっから先はまあまあつながりそう。7、
6、7、そうかな、どうかな、5、あ、じゃあ、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 青が見えたということは、まだある？チャンスある？チャンスある？残ってる？残ってない、はい。背景が出てきたということはそういうことですからね。9J10J19876、ほら急に繋がった3、2。この馬マジでわかんねえな、つかみどころねえな、マジで。はい、4、3先でいいですかね。はい、456789010J でいいかな。はい、K 一回収めて、 9K もう一回収めて、5432、大丈夫ですよね。8989、いや、さすがにこれはね、大丈夫だと思う。あると思う、あると思う、あると思う。よし、 OK、 パーフェクト。やっぱ強運グローブゲーなんですわ。強運グローブとリセットボタン合わせたらそりゃあね、鬼に金棒ってことですよ。よしよし、さあ行くか、もう一個取るぞ。あ、だいぶちょっとペース落ちちゃったな。ずれちゃいましたけど。まあ、いいか。ラストだったらね。はい。よし。9がないかな？ 10 時。ちょっと10押したんだけどな。最初にな。最初に10押したんですけどね。たまにある5タップ。たまにある5タップですが。まあ、いけるでしょう。大丈夫でしょう。2、A から先取ります。はい。8、9、はい、2、3、4、5、6、6、7。僕の手が反応してくれないんですけど。ブーブー言ってるんですけど。大丈夫ですか？はいはいはい、オッケー。油分が足りてないですか？それともなんか透明になって僕はお化けになってますか？言ったでしょ！これは勝ったでしょ！ようやくこれで、ね、G1 勝利のあれが見えるかな。はい。大外一気で行きましょう。はい。さあ気合も最大、スタミナも十分、青炎も2つ、パンもこんがり焼けている、美味しそうなトースト、いいきつね色。さあ気合の 100%、 4コーナーから直線コースへとさあ向かっていきました。さあスクールガール、 G1 制覇へ向けてとりあえず外へ出す、めちゃくちゃ外へ出す、めちゃくちゃ外へ出す、すっごい横に広がっている。さあどこにずらっと広がったタイミング、追い出しを一旦待って、ここだ。さあ先頭に届くか、1回、2回、もう一度3回、さあ抜け出したか、スクールガール、ここで一気にかわして先頭に変わった。2番手は忍び寄る、忍び寄る、しかし持ったまんまやってくる。やはりこの距離は強かった、スクールガール、圧勝のゴール。かけっこも早い優等生、スクールガール。小学生の頃モテるタイプですね。頭も良くて優等生で足も速い、素晴らしい。よし、あ、ほら、かわいい！コングラチュレーションズってなんだよ。卒業式的な感じなのか。スクールガール、オークス、ゲットだぜ！プカチュー！あ、今気づいたけど、メガネを先生がかけてる。なんか、何なんだろう。なんかよくわからない世界観があるね、ここにね。いいですね。はいはい。はい、じゃあ引き続きやっていきましょう。続いては宝塚記念です。3歳で宝塚。勝てるかな。まあでも距離的にはね、長ければ長い方がいいタイプの馬ですからね。はい、 G1 宝塚記念芝 2200m、 まあでも能力値がかなり差があるな。そこはな、全部取れて勝負ってとこですかね。はい、なんか大体馬はそね、ソリティバの宝塚記念3歳って負けイベですよね。スタートしました。まあそういうこともありますよね。ど根性ですからね、まあ、競り合いになったら強いんですけど、なかなか追い込み場って競り合いになりにくいですからね。うん、お願いします。8910J、 なかなかね、ちょっとね、特殊能力とね、あ、じゃあスキルとね、あれが噛み合ってない感じが若干ねするんでね。3、2、A、K、A、K、9、J、そこをどう生かすかっていうのがこの馬の使いどころの大事なところなんでしょうね。676、はい、これは取れんじゃないですか。 K9J9K、 OK、 パーフェクト、すんなりきましたね。
めちゃくちゃすんなりきましたね。はい、とりあえずじゃあ青炎を取って、かなり、わーこれ難しいんだよな追い込みパー、ここ、あ、オッケーオッケー、いけたいけたいけた、よしよし、まあ、とりあえずね、ちょっとこんなところで言う話じゃないかもしれないんですけど、明日私誕生日でございまして明日ですね、誕生日配信をやろうかなと思っておりますので、もし皆様よかったら、あの YouTube ライブとニコ生で、あの順番にやる予定なので、よかったらお越しいただきたいなというふうに思っております。はい、以上告知のコーナーでした。で、あともう一つ話すことがあるんですけど、まあそれは後で話します。ちょっとあんまりこれはリセットしそうな雰囲気がプンプンに漂ってるんでちょっと待ってくださいね。やっぱちょっと今日ね、無駄に真剣モードなんですよね、集中力が。わーお、わーお、あるか、あるか、チャンス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 ない、惜しいだよな、こういう時に限って、いやーこれはひどい、いやー4回やって、これは、いやー、まあまあ結果論だからな、仕方ないんだけど、だいぶひどかったですね、どんまいですね。まあ勝ちに行くならね、人馬一体取れるかどうかしか関係ないと思ってやってますからね。うん。まあ仕方ないでしょう。じゃあ回していきましょう。はい。6、5、4、5、4、4、5、4、5、4。はい。もう3。急に流れが速くなる。10、10、10、9、8。雑になってるわけではないですからね。でもね、ちなみに、ね。5、6、7、はい。ない。9J10 9K、 はい、A3、 はい、はいや、はいや、激流、まあいっかまあいっかうん、まあいっか、どっちにしろ取れてないっすねはいはい、じゃあもう流してきまーす。最高峰一気みたいなね、やつありましたよね、大外一気とかで、そういう能力ね、そういうのだったかな、めっちゃワンチャン価値ありそうだったんですけどね。まあこれだけ回してね、順番一体取れなかったら仕方ないなって諦めつくよね。はい、4コーナーから直線コース、さあ先頭、いいとこ住まい、さあスクールガールが、あ、青ほど取れてねえのか、あ、じゃあダメじゃんもう全然取れてねえのか、じゃあもう論外じゃん、論外じゃないですか。ハウスワイン、ファンカトル、さあ前に迫っていくが、スクールガールどうだ、伸びきれるか、いやでも頑張った、まあ頑張った、青炎取れてたら勝ってたな、うん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 、もうこれは仕方ないです、はい終わりあっさり、あっさりしてんな。はい、おまけのコーナーでーす。ということで、まあおまけのコーナーの前に皆様にお知らせがあります。こちらのソリティバライドオン実況プレイですが、次回のパートからですね、少し間を空けて不定期更新になると思います。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの実況をメインに据えてね、あのやっていく予定ですので、まあしばし間が空いてしまうと思いますが、ご了承いただきたいと思います。まあソリティバ自体は僕もすごく好きで、全然まだまだ続ける気満々なので、はい、今後ともね細々とやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ゲーフリさんもね、1ヶ月に1回でいいんで、新しい馬追加してください、よろしくお願いします、アップでお待ちしてます。はい、ということで、じゃあおまけのコーナー行きましょう。よスモティリン、ご苦労さん、どうした時を元気ねえな、お疲れお疲れ、どうもです。なんか今日はテンション低めですか。さ、俺ちょっと馬主やめるかも。なんでだよ、スクールガールお前の馬やんなんでやめるんだよ、急にやめてくれよ。いやさ、じいちゃんが倒れちゃった。あら、そうでしたか。だからつってすぐにやめなきゃいけないわけでもないんだけど、負けんじゃないんだたださ、じいちゃんが倒れるちょっと前にたまたま喋れる機会があったんだけど、そんな時に言われたことが気になっちゃってさ。お、何を言われたんですか。俺はさ、親父とか弟みてえに会社動かしたりとかうまくできねえからさ、なんか違うやり方見つけなきゃってんで、馬主になってみて、どうにかこうにか格好つけてきたわけよ。ほんほんほん。モティリンもたくさん買ってくれるしね。いやいや、どうしたんすか。で、儲かるようになったら親父も認めてくれたし、弟も喜んでくれたんだけどさ、そんなことをじいちゃんに言ったらあんまし褒めてくれねえわけだ。あれね、ずっと味方だったじいちゃんが。そうなんですか。じいちゃん的には馬主ってのはさ、利益を求めてやるもんじゃねえんだって。はあ、ほうほう。自分の力で稼げるもんが楽しみながらパーッと使って周りの人間を喜ばすのはいいね。
そうしてるうちに儲かることもある、でも最初から利益だけを追求してやるのは違うと。あー、まあおじいちゃんの美学があるわけだ。ましては自分の力で稼げないもんがやるのはねと。はははははは、そうですか。まあそんで俺もムキになってさ、そんな古くせえよじじいとか言って喧嘩になっちゃったんだけど。そうでしたか。昔からじいちゃん俺が何したって文句言ったことなかったのにね。そう、そういう話だったのにね、今回だけはちょっと違ってさ、よっぽど気に入らなかったってのかなって思ってさ、めんどくせえけど謝ろうかなって思ってたら倒れちまうしね。なんかもう訳わかんなくなってきしまって、よくよく考えたら最初は暇つぶしのつもりで始めたんだ。ダメだったらいつでもやめりゃいいやくれーのつもりでさ、それがまあうまくいきだしたら親父らも喜んでくれるし、どうだ俺も大したもんだろつ気分になってたんだけどさ、まあじいちゃんの言う通り自分の稼ぎでやってるわけでもねえのに、それも格好悪いかなって思うようになってたわけ。あら、では本当にオーナー辞めちゃうんですか。なんか辞めそうですね。いろんなとこに迷惑かけるからすぐには辞めないよ。あとモティリンが乗ってくれるならそのためだけに続けるかも。あら、それはありがたいんですけどね、なんかそれはそれで責任重大ですよね。うちの安い馬一番勝たせてくれたのがモテリンだからさ、俺的にはやっぱあんまり期待されなかった馬が優等生どもを蹴散らすってのがね、グッとくるんだよ。なるほど。まあ馬にしてみりゃ自分が安いとも高いとも思ってねえだろうけどな。ほんとこいつら一生懸命走るでしょ。そうですね。だからまあそうだな、今までは他の厩舎にもたくさん馬を預けてたけど、これからは前川さんのとこだけにするわ。うちは予託料が高いですよ、人気厩舎なんで。それでも大丈夫ですかでまあ自分でなんか商売始めて、あ、まあそれはやったらいいと思う、やったらいいと思うよ。それやりながら馬主続けりゃいいのよ。まあ俺残ったからいつまで続くか分かんねえけど、それがうまくいかなかったら馬主もスパッと諦める。そうですか。こればっかりは簡単に諦めたくねえから必死になれると思うんだ。なるほどです。頑張ってください。まあでも馬主は続けてください。そしてソリティバの2が出た時はちゃんと出てきてください。はい、動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。先々月ビレッジヴァンガードから発売したモッティのグッズが続々と皆さんの手に届いているようですね。写真とか送っていただいてありがとうございます。ポチポチツイッターでいいね押しながら回っておりますのでね、ぜひ大切に使ってくださいね。はい、あったかくして寝ろよ。